シャルル・フィリポン、カリカチュール、シャリバリなどに頻繁に登場したなし頭を模したルイ・フィリップの風刺画。シャルル・フィリポンはフランスリヨン出身の漫画家、ジャーナリスト、フランスの風刺新聞、シャリバリ、カリカチュールなどの創刊者として知られる。ルイ・フィリップの即位から3ヶ月経った1830年11月4日、彼の風刺画をテーマとした新聞を志し、フィリポンは 週刊の風刺新聞、カリカチュアを創刊する。その頃すでに、アシールリクールらによる漫画新聞、シルエットなどがフランスには存在していたが、ルイ・フィリップとその統治下における社会矛盾を追求したフィリポンのカリカチュールは人気を博し、部数を拡大させていった。1832年12月1日には、日刊のシャリバリを発行し、ヨーロッパにおける 漫画新聞の流行の走りとなり、イギリスのパンチ、ドイツのフリーゲーンでブラッテル、クラデラダッチなどの相関を促した。シャリバリは予約購読者数が3000人を超えるほどの人気となった。カリカチュールでオノレドーミエなどに描かせたフィリップ王のなし頭の風刺画はたびたび球団と対象となり、結局カリカチュールは1835年に 発禁処分となったが、シャリバリは、フィリポンの死後も1927年まで刊行され、パリの民衆の中に深く浸透した。ありがとうございます。